はい、こんばんは。カッティエシリエジンです。すいませんね。あの、釣り動画で。ごめんなさい。この、こういう動画ですいませんね。はい。あの、なんですけど、ショートトラック男子1000メートルのあれでなんですけれど、まあ、ゴール付近でですね、中国の選手がですね、ハンガリーの選手を転倒させて、 まあ、あのー、これでなんか騒がれてるんですけどはいまあ、なんかなんとこの中国選手はですね判定で金メダルを取っていたんですねいやこれで金メダルなるんですかねいやーなんで金メダルなのかちょっとよくわかんないんですけどはいあの高梨沙羅選手の,あのスーツ規約違反とかね なんでスーツ規約違反だって、ね、高梨沙羅選手は言われてですねなぜこういう中国の選手はこの中国の中国のね、まあ、選手は、まあ、誰なのかちょっと名前も読めないので読めないのであれなんですけどまど、あ、この選手がこういう、ね、ハンガリーの選手をね転倒させて金メダルを獲得したんですから。 普通だったら金メダル取れないですよこれはいもうそれどころかこれはあの不当な行為として認められないと思うんですけどねこういうのねいややっぱこの北京オリンピックなんかやばいですねいろいろとはいまあ日本の選手が頑張ってほしいなっていうのあるんですけどこういうのがあったらやっぱ気をつけないと いけないなっていうのはあると思いますね。まあ日本の選手の皆さんにはね。はい。いやー、本当にこれやばいですね。はい。まあしかもこの瞬間の動画はね、なんかツイッターで載せたりしたらなんか削除されるみたいなんですけど、ひょっとしたらまだあるのかもしれませんけど、そちらはね、まあ、ご覧くださいね。もしかしたらこの動画もね、消される可能性なくはないかもしれません。はい。まあ何もあの、中国人に向けてヘイトスピーチを 言ったとかそういうわけではないのでそ,れをそういう意図をの,のつもりで動画出してないので、まあ、あれなんですけどこれはちょっとねあのこれは認められないですよ普通はこれで金メダルっていうのはおかしいと思いますねはいいややばいですねこれははい、まあこの点灯させ 点灯させられたハンガリーの選手が本当にかわいそうでならないででなならすね、はいまあ、さっきもあの高梨沙羅選手のことについての話なんですけどなんでは高梨沙羅選手はスーツ規約違反であの認められなくてですねなぜこういうハンガリーの選手をね転倒させた中国選手はこういうふうにね金メダルをね た得またのかってなわけで今回の話はショートトラック男子 1,000m でですね、まあ、ゴール付近で中国選手がですね、まあ、ハンガリー選手を転倒させてなんとね金メダルまでね取ったことについてのお話でしたご視聴ありがとうございましたでは失礼します